はい、皆さんこんにちは、もちあいです。今回はですね、スマホについてのお話なんですけども、僕ですね、今日、本当に今日です、機種変更いたしました。はい、ということで今日は9月の20日火曜日になります。ちょっとね、外のお天気は悪いんですけども、行ってきました。はい、ということで、もう題名にも書いてあると思いますが、 iPhone に変えました。初 iPhone ですね。はい、僕が今まで使っていたのはこちら、ちょいちょい、まあ激レアぐらいにしか映ってないんですけども、僕の動画、この携帯を使ってました。会社は au で、これはね、インフォバー a03 っていうね、まあいわゆる、なんだろう、おしゃれスマホみたいなね、デザイン性を、大事にしたスマホだと思いますが、これを使ってました。で、まあここから、僕はね、もうこれ電波入ってませんので、今日から iPhone ユーザーになります。はい、まあなんで iPhone にしたかっていうと、一回ね、使ってみたかったんですよ。僕今まで使ってたスマホ見つけたんですけども、こんな感じで、あー、これは知ってる人いるかな、多分ね、 au が初めて出した、スマホですね。これとか、これはアルバーナの初代かな、はい、とかを使ってて、このインフォバーになったわけなんですけども、これでスマホは4代目かな。はい、ということで実物ございます。じゃーん。はい、色も見えちゃってますけども、こちらを選びました、ローズゴールド。はい、在庫とかをね、パーッと見るとローズゴールドが一番余ってるんじゃないかなという感じがしますけども、もうね、これは色が良かったので、逆に僕的には良かったです。すぐに手に入りますからね。はい、ということでパッケージこんな感じ。まあ今回は詳しい紹介じゃなくて、もう単に買いましたっていう僕の、嬉しさの動画です。はい、嬉しくてね、動画撮っちゃってます。はい、ということで、なんか映しちゃいけないやつもあるかな、わかんないけど、気をつけてやりましょう。はい、ということで iPhone、 そう、7の方にしました。ね、7と、7プラスで悩んだんですけども、やっぱりね、その、実物を触ってみて、7プラスはデカすぎるということで、6S プラスだっけ、その1個前のやつと大きさは変わってないみたいなんで、ですけども、やっぱりね、プラスはでかいということで、7にいたしました。まあカメラ機能もそんなに僕は追求しないので、長く使うことを考えて7にいたしました。そして色はローズゴールド、そして、最大容量の 256GB、 はい、選ばさせていただきました。128とですね、すっごい悩んだんですけども、まあいっぱいあってね、困りはしないだろうということで、 256GB のモデルを買いました。では、設定とかしたので一回出してはいるんですけども、もう一回今から出したいと思います。では行きましょう。はい、では一番上に被っていたビニールを外しましたので、箱の中身を見ていきましょう。お、このね、そう、お店の人が開けてくれたんであれなんですけど、この箱だけでも結構重たさありますね。ではこれは一旦置いて、説明書とかいろいろ入ってるのかな、なんか薄いやつですね。はい、そして、はい、もう見えております。おー、着いたね、着きましたけども、一瞬、これですよ、 iPhone7、 やったー。ちょっとね、フィルターじゃないや、フィルムとケースは、別で買って届いてるので、またね、貼りたいと思います。おー、いいですね、やっぱこの手に収まる感じがいいですよね。はい、裏はこんな感じ。初 iPhone ですよ。ピンクが綺麗。はい。では、ちょっと本体はここに置いといて、あとは、これは充電のやつですよね。なんか入り方がおしゃれですね。はい。可愛らしいコンセントと、あとは、そうそうそう。今回のね、iPhone から、このイヤホンジャックがなくなったんですよね。僕は今まで使ってなかったんであれですけど、ま、僕もね、Android 使ってて、もちろん、充電の USB とイヤホンジャックありましたから、このイヤホンジャックがないっていうのは、やっぱりなんか新鮮ですよね。はい。ということで、はい。底面部にね、イヤホンジャックはございません。ライトニングですか？はい。それのみです。そして、このね、耳のやつもイヤホンも、ライトニングに直接刺さるやつということで、あ、これが変換のやつだね、ライトニングに刺して今までの、ヘッドホン端子が、まあ、一応使えますよっていうことで、まあでもね、ライトニングに刺さるイヤホンがこれからいっぱい出てくるでしょう。そしてこれは、ライトニングを USB にするやつかな。はい、
ほんとね、入り方がおしゃれ。で、この下は、あ、取れない。なんもないのかな？うん、なんか取れなそうだからやめときましょうか。イヤホンと、ライトニング USB のコードと、あと、まあ、コネクタっていうのかな？はい。コンセントが入ってます。おー、こんな感じ。はい。もう下は取れないと思いますので、戻しておきましょう。で、これね、ペリペリがついたままなんですけど、何も設定してないんですよ。なんかこのいちいちついたりするのは何なんだろう。そうそう。このね、ニュースで見たんですけども、このホームボタンが前のから変わって、前のはね、ほんとボタンですから、ポチッポチッってね、ガクンってね、押せたんですけども、今回も一体化してるということで、まあ押した感じはするけども、実際に押してはいないということで、でも僕はね、もう全部が初なので、ちょっとこれに慣れていきたいと思います。あとは、まあ、今まで通り使えますよね。そんな難しいものではないと思います。はい、ほんと綺麗ですね。はい、こんな感じでございます。で、ロック。おお写真だ。で、前の、まあ、7なんですけども、前の機種よりもカメラ機能もアップしてるということで、ね、僕、写真結構よく撮るんで、使えそうですね。動画もこれで便利になるでしょう。おお、ホームボタンを押して開く。おお、来た来た、こういうことか。本当にね、iPhone 初心者なので、おお、すげえ。iPhone 持ってるよ。さあ、ということで、いろいろこの後設定を、して、あとね、大事な、そう、スクフェスとか、モンストとか、ゲームアプリを、こっちに移さないといけないので、それがもうちゃんとできれば、僕は問題ないです。はい、ということで、今回は機種変更をして、Android から iPhone になったよというお話でございました。ちょっと全然慣れてないので、これから使いこなせていけるように、したいと思います。はい。ということで、いやーでもいいですね。いやー嬉しいです。はい。ということで、iPhone7、ローズゴールド128じゃないや、256GB を、買いました。はい。これからどんどん使っていこうと思います。それでは今回はここまでになります。最後までご視聴ありがとうございました。